西田博士は、日本のバイオリン奏者。愛知県名古屋市出身、東京芸術大学で、運の義しに指示、同大学の大学院を卒業後、1974年に、同志、ボルフガング・シュナイダーン、ヘンリク・シェディング、バレリー・グラドフの各種の訓導を受けた。1976年には、ボルフガング・サバリッシュの推挙により、 バイエルン国立歌劇場のオーケストラに入団した。1979年からラインラントプファルツ州立フィルハーモニー還元楽団のコンサートマスターを歴任。1989年から東京公共楽団のコンサートマスターに転じ1994年まで勤めた。読売年間 Google Books。2020年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月6日閲覧。アーカイブ2020年1月6日ウェイバックマシン。西田博士導人事務専属学園音楽大学。2020年1月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年1月6日閲覧。アーカイブ2020年1月6日ウェイバックマシン。アーカイブ2020年1月6日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。